スターウォーズ、ジェダイサバイバー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、メリンと一緒に、行こうか。こっちじゃないな。最終的にはさすがにシアも来んのかな？来んの？アミアスの剣が辛いのね。シアは辛くないのか？当然辛いわ。でも、戦いに負けるのは初めてじゃないし、最後でもない。ああ、でも、彼は。ブラザー・アミアスは大義に忠実で、私たちは前進し続けることで、それを尊重するの。隠れ家は、これからどうなるんだ？残ったものを回収しに行けるようになるには、時間がかかるわ。とりあえずもう、行っちゃうか。よし。普通に走った方が多分早い。ナグリーズ。マンティスは整備万端でいつでも行ける。それで、行き先は？工房に戻る。深淵を航行するには特別なコンパスが必要だ。コンパスだって？ああ、そうかい、そういうことなら。なあ。メリンも一緒に来るぞ。待て、なんだって？メリンが戻る？なんで言わなかったんだ。掃除しておけばよかった。勘弁してくれ。グリーズかわいいな。よし。まあ野郎だけしかいないからな。さっきまでコルサントに戻るぞ。行こう。工房に向かう。メリンは？あ、そっちにいるのか。カルもボードも掃除するタイプじゃない。掃除は今朝したぞ。したろ？あ、いや、してない。俺悪かった。メリンが来るとは知らなかった。スキャズステーキを用意するよ。なぜ復帰したんだ？シアと私はタナローが避難所になれると信じてる。避難所だと？窮屈になるぞ。会話の切れ目がな、なんか結構急な気がするんだよな。あ、座れる？座れよ、カル。工房にようこそ。カル、カル、よく戻ったね。大変だったんだよ、怖かった。何があった？レイダーが戻ってお前の見つけたドロイドに目をつけた。さらわれたよ、持ち去られた、誘拐されたのさ。サルーンが無事ならいいが、ターグル、これはお前のせいだぞ。僕は無実だよ、グリーズさん、本当だ。ダガンだ、タナローを狙ってる。ジーはかなり情報を持ってたんだ、メモリーバンクの中に。助けないと。情報を引き出したらスクラップにされる。取り戻すのは大変だよ。レイダーの基地は沼にある。クローン戦争の戦艦を改造したやつだ。分かってる。あの火力は強大だ。こっちもね。そうだ、こっちが動くぞ。いいんじゃないか。敵は目標を手にし、要塞で油断しているな。攻撃は予想外。多分ね。でもそれが間違いだったら報復されるよ。大丈夫、私がグリーズたちを守るわ。いいのか？二人ならできる。ただカルを一人にしないで。手助けするぞ。イオのね。モジーだ、メリンよ。よし、偵察する。じゃあな。メリンと行きたかった。まあしゃあないか。行こう。よし。違う違う違う。どっちがいいんだ？あっちか。遠くね？めちゃくちゃ遠いぞこれ。違う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 。
ちょっと待ってね、これを外したい。これで、どこから、いきゃいいんだ。ちょっと待ってくれ。これでもこうなっちゃうもんな。あれ？これどうやってファストトラベルするんだろう。瞑想場がこっちにあるから、とりあえずこっち行くか。ほら、これは何をしてたんだろうな。こんなものがあった。パイロライトのかけら、なんか普通に友好的な感じだったけど、あれ殺してよかったのかな。もっと先か。ここだ。よし、ここで行けるか。こっからファーストトラベル、そういやしたことないんだよね。あ、これだ。行かなきゃなんないのがここだから、ここでいいよね。移動。こっから逆か、こっち側か。こっち側にはどう行ったらいい？戻れんのこれ。とりあえずこいつに乗せてもらおうか。よし、ちょっと待って、乗って、こっちも乗って、これで戻れんじゃないかな。いけるよね、いけるな。あ、ビリー。ビリー怖いからさ、その、登ったり降りたりすんのやめて。危ないから。よし。おら。当たったちゃんと。当たってんな。危ない。やばい。あー、くそ。痛い。はい、ちょっと、なんでこっちの敵対ばっかするんだよ。はい、痛い痛い痛い。助けてくれ。よし、ほい、一発でこれ乗り越えてもよかったな、最初から。どこだ。ここか。わかりづらいんだよな、このゲームの進む先。まあ、マップありきみたいなところは。いよいよだ。あるよな。なにこれ、デススターみたいな。でっか。位置を確認、今行くぞ。目立つことするな。無事か。追っては。追って。ありえねえ。状況は。ドロイドがいたか。いや、いないんじゃない。ガントリーの一種だ。ガントリー。そこから入れるかもな。これ以外方法がないな。この沼を抜ければルクレハルクにたどり着ける。お前はな。乗るか、ビディ。わかった。広大に行くんだ。支援する。了解。おしゃれな飛び方するわ。泥だらけにならずに済むな。
ジェットパックとか見るたびに思うんだけど、ケツ燃えないのあれ。燃えそうだよな。この沼を通って G を救出するだけだ。楽勝だよな。楽勝楽勝。オッケー。こっから。へい。お。乗せてってくれよ。よろしくね。よし。多分あそこだよね。この沼に何かが住めるなんて信じがたいな。まあ適応するやつは出てくんだよな。新しい友達は元気そうだな。よし、飛んでくれ。オッケー。ここの間通っていく。ビシッドホグ。誰か住んでるのか、住んでいたのか。とりあえず行ってみようか。よし。ん？エコーがあんね。これにはどれくらい価値がある？レイダーに逆らう価値はない。行くぞ。危険な取引。二人の探検者が沼地を調査し、壊れたルクレハルクの塊を持ち運んで売ることができないか、そしてそうすることでレイダーたちの怒りを買わないか相談している。大変だな、生きるのも。ここに置いてはいけない。心配しないで。大丈夫。でも、ここを調べてみよう。こんにちは。新しいのではダメなのか？絶対嫌。人生が詰まってるのに。声かわいいな、この子。カール。ここで何してるんだ？ちょっと遊びに。そっくりそのまま返すぞ、ジグ。G を探しにここに来たんだ。なあ、俺も同じだ。私はウィニエリス。カルよね。会ったばかりだけど、手伝ってほしいの。何が必要なんだ？この沼には鮮やかな羽を持つ鳥類がいるそうね。でも近づいてよく見ようとしたら、私のデータパッドを奪って飛び去ったわ。どこへ行った？近くの戦闘の最上部に奴らの巣がある。うちが探しに行くとこだけど、ウィニが一人じゃ怖いって言っててね。そう、あの戦闘近いようで遠いわね。やっては見る。あなたは星のように輝く。これはコルさんとの格言。もっとシンプルに。ありがとう、カル。ちょっとめんどくさいタイプの子だね。よし。これは動かすには重すぎる。あ、これ柱に登る他の方法はない。どうしたもんかな。行かなきゃなんないのがそっちなんだよね。まあ、とりあえず行ってみるか。こっち、これ気になるしね。違う違う違う、オッケー。あ、そんな開け方をするようになっちまったのか。何かあったか？ミリースキャン。ああ、わかった。見てみるよ。バルチャードロイド。こっち下行ける？ん？何？なんだか気持ち悪いな。こんなとこ歩いて大丈夫なのかな？どんどん下がっていってるんだけど。お前自分だけ助かるのなしだよ。あいつ引きずり込まれそうだ。これやばい？もしかしてめちゃくちゃやばい？やばいね。危ない。ミリーよろしく。オッケー。これは危な。登れるこれ？こんな大きな船に乗ったことはあるか、ビディ？俺ないね。俺も久しぶりだ。でかい船は苦手だ。でも G が中にいる。置き去りにはしない。こんな壊れてても帝国の拠点みたいな感じではあるのか。よっと。 OK。 映った方がいいよね。よし、飛んだ方がいいな。ちょっと待って、危ない。 OK。おらよっと。落ちろ。危ない危ない危ない、ってお前がいいのか。ほら、遠距離武器使用してないよ。跳ね返しただけだよ。あ
あ、あれか。ショット化か。頼むぞ、BD。ありがとね。こっち、進むか。これ、ずっと、危な。ずっと乗ってると、死にそうだったね。積み込みガントリー。よし。ここで休憩。そこにいたか。ごめんごめん。助ける準備はいいか。お前は。もちろんできてる。任せろ。やれ。ほら。はい。撃ってこい撃ってこい誰か。いたいたいた。はい。危ない危ない。やば。無理だ。今は手が離せない。頼むぞ。やばい。よし。危ない危ない。行くぞ。もっと撃たれたい奴は誰だ。行った。ちょ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 。危ない危ない危ない。いやー。いれいいはず。おら。よしよし。やばい。はい。オッケー。よし。やめを引かせろ。やばい。ナイス。オッケー。回復しよう。とんだ歓迎だな。入れないようだな。他を探そう。ミリー、どこ？それ見てんの？この匂いはなんだ、ビリー。貯蔵タンク。ルクレハルクを手に入れたベトラムレイダーは、その下の外面にドックを作り、新たな基地との間である、間であらゆる、押しや謎めいた商品を輸送することができるようになった。あ、ベトラムレイダーが接収っていうのかな？してるみたいな、そんな話。違う。あの接続部を壊せるか。やってみるか。よろしくね。もうちょっと上打ったら。行き止まりになったら壊して進む。格言だね。ほら。よし。いたいたいた。よっと。おら。やばい。はい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 。あれ？歓迎したくない連中が来るぞ。なになに？ちょっと危ない。危ない。はい。開けて。やっぱこのゲーム、開け方パターンあるのいいよな。開けた先、欲しいもんがあるかどうかは別として。あそこ上登れるな。よっと。メリンは結局来たのか。ああ。タナローが隠された道を助けると信じてる。そうか。でも、彼女が近くにいると嬉しそうにしてるのは誰か。うるさいな。ああ集中しよう。 G を助けるのが優先だ。どこに進めばいい。マップ見よう。こっちか。こっち行けんの。どこ、どっから行くのこれ。こうか。こう飛んでこう行ける幅が広がると本当に何でも試していかないといけなくなるな。で輸送船に密航したことがある。あ、そうなの。そうか。コツは？いや、ルクレハルクとは全然違う。自慢。破壊してもらえるか。もちろんさ。もちろんさ。やばい。はい、ということでここで一旦区切ろっか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。